1999年、豊島区議会議員、東京都議会議員を経て豊島区長選に立候補し当選。豊島区初の民間出身区長であった。開かれた区政を目指し、区民の声を聞くことを大事にした。ところが、就任後突きつけられた現実。借金872億円、破綻寸前の財政状況だった。次々と襲いかかる苦難。我が豊島区に激震が走りました。区長になった以上逃げるわけにはいかない。豊島区再建の未来を信じる。鷹の区政の基軸となったもの、それは文化。文化が平和を、未来を作ると信じ、文化を基軸とする街づくりを次々と進めた。文化と品格を誇れる価値ある街の実現に全力を尽くす。次の世代に価値ある街を引き継ぐ。しかし、2011年東日本大震災発生。大都市が抱える多くの課題が浮き彫りになる。区民の皆さん一人一人が安全安心を肌で感じて住んでよかったと誇りに思える豊島区の実現に向けて、区政運営に渾身の力を傾けてまいります。安全安心な街に向け本格的にスタートを切る。豊島区が安心安全の街認められている、その大きな証拠です。政府コミュニティと政府スクールを同時に認証取得することは世界でも類を見ないということで、私自身大きな感動を覚えました。1、2、3。今日は豊島区が誕生して80年、このお誕生日をお祝いして皆さんと一緒に笑顔でこの豊島区を作っていこうという、皆さんの笑顔いいですよ。その笑顔を一つ一つを絆になって、豊島区全体が本当に笑顔の街を作っていきたい。2014年消滅可能性都市の指摘。将来若い女性人口が急激に減少する。日本創生会議の中で23区で唯一、豊島区は消滅可能性都市の指摘を受ける。必ずや世界に誇れる魅力あふれる持続発展都市に飛躍することができる。そう信じた。区民に不安を感じさせないよう、さまざまな場面に足を運び、直に触れ合い、困難続きの豊島区を立て直すために奮闘。この豊島の町に暮らす
すべての人々のために。常に文化政策というものを大事にして、文化都市を作りたい。この池袋の中心に一つの大きな国際文化拠点、都市としての拠点を作りたいというのが長年の夢でありまして。誰もが主役の街づくりをテーマに、国際アートカルチャー都市構想を掲げる。資産活用により実質ゼロ円で税金を使わず庁舎を建てた日本初の事例。新庁舎の整備と財政の健全化を同時に実現。区民、地元企業が一体となり、オール豊島で大成功。そして豊島の街が一気に動き出す。新たなスタートを切ってまいりましょう。ありがとうございます。何としてもこの豊島区を池袋を中心に元気のある街を作る、区民の夢がですね、まさに出来上がりつつあるんじゃないかな。突如猛威を振るう新型コロナウイルス。それでも誰一人取り残さない。区民の安全安心を守るために、命を守るために戦った。コロナ禍で閉塞した雰囲気に負けそうになる今この時こそ、文化の火を絶やさない。文化は人の心を豊かにする。街は文化で変わっていくんです。オール豊島で文化による街づくりを次世代で継承していくために制定をいたしました。この豊島文化の日、安全安心な街、子育てしやすい街、誰一人取り残さない街。まさに豊島区の街づくりは SDGs そのもの。
池袋の暗い、汚い、怖いイメージを払拭したいと強く思い、幾多のピンチをチャンスに変えてきた。町を愛し、人を愛し、区民の目線で考え行動する。高野幸男の周りにはいつも笑顔があふれていた。区民の皆さんや事業者の皆さんと手を携えながら100周年への扉を開いてまいりたいと思います。